何かこちらを見ている物体が捉えられている。同行者によるとこの通りで奇妙な体験をした人が後を絶たないとのことだが、この不気味な何かが引き起こしているのであろうか。そして付随する大事なポイントを基軸集合から少しお伝えをしました。ここを持ってまずワークショップスタイルと思ってください。ポイントを基軸集合から少しお伝えをしました。窓ガラスに例の影らしきものがはっきりと映り込んでいる。同行者によるとこのセミナーが実施されている会議室は以前はとある会社の事務所だったという。倒産により会社はなくなったとのことだが、もしかしたらこの影はそのことに関係しているのかもしれない。扇形にくり抜かれた透かし穴。そこから覗く女性のような顔。正気のない顔色。見開かれた目。それは明らかにこの世のものではない。透かし穴の暗闇は異界への入り口だとでも言うのだろうか。カメラが勝手に動いたのは偶然ではないのかもしれない。うっすらと不気味な表情が食卓を覗き込んでいる。幸せそうな家族の風景を羨む霊が映り込んだのであろうか。この霊が悪意のないものであると願うばかりである。これは心霊スポットとして知られている飛び地山といわれる場所で撮られた映像である。心霊マニアが夜中にぐるぐると飛び地山の周りを回りながらその周辺を撮影している。すると
先ほどまで誰もいなかったはずの場所に突如として浮かび上がった人影。闇の中ではっきりとはしないが、女がうずくまってこちらを振り向いているように見える。これは投稿者がとある駐車場で自転車を修理している様子を面白がって撮影した時の映像である。チューブはみ出たんですか？特に意味もなく友人たちとの記録を残すためにカメラで撮影していたという投稿者なのだが、投稿者にとってその映像がよからぬ意味で忘れられないものとなってしまった。マックしなきゃよかった。チューブパドル抜かれることはありましたけどね、やる側じゃなかったですけど。最高で済むってことは、え、接着ってやつですよね。なんか傘の、あの鍵で滑るってやつ。ああ、はい、超流行りました。ビニール傘のあれですね。マスターキーだって見ないっていう。お分かりいただけたであろうか、奥に見える車の助手席から人のような形をした影がこちらを見つめているのが見て取れる。後日投稿者が聞いた話によると、この駐車場は夜な夜な若者たちがよく集まっていた場所らしく、そこで一人の男性が集団リンチに遭い死んでしまう事件があった場所だという。この例はその死んでしまった男性の怨念が映り込んでしまったものなのだろうか。
曲がり角のたびに現れる幼稚園児くらいの子供の霊。ここで事故に遭った子供が通る車に存在を訴えているのだろうか。最後、画面いっぱいに広がるその顔は、悲しみと怒りが混在しているように映る。